クレバが平野に送ったスニーカーカの全貌。二人の絆と特別な意味とは49,080円の激レア限定スニーカークレバが平野賞、川口春奈歌丸に送った理由とはで、音楽とファッションが交錯する特別な出来事が日本の音楽ファンやファッション愛好者の注目を集めていますこれはただの贈り物以上の意味を持つ出来事でした 48歳の音楽プロデューサーでありラッパーでもあるクレバが、戸部に所属し、元キングプリンスのメンバーである平野翔に特別なスニーカーをプレゼントしたのです。このスニーカーには、2人の間に育まれた深い絆や共通の価値観、そして音楽を通じて築かれたつながりが見え隠れしています。クレバが選んだスニーカーは、彼がゴーイズホワイトとコラボレーションし、今年1月に限定発売されたモデルで、 特に選ばれた3人にのみ贈られた特別なアイテムです。平野賞に加えて、このスニーカーを手にしたのは女優の川口春奈とライメスタのラッパーである歌丸。クレバはインスタライブでこの贈り物について言及し、どのようにして3人を選んだのか、その選択に込めた思いも明らかにしました。贈りつけさせていただきました。どの人が似合うかなって考えてと話し、ファッションの背景にあるその意図を少し明かしました。 単なる物質的な贈り物ではなく、そのデザインや制作の過程には、クレバ自身の音楽への姿勢やこだわりが反映されています。クレバが語ったところによれば、このスニーカーは職人によって一つ一つ丁寧に作り上げられ、汚れにくい素材で作られているため、その洗練された美しさを保つ工夫が施されているとのことです。さらに、レーザー刻印やプリントのディテールには非常に手間がかかり、 何度もやり直しが必要だったという逸話も披露されました。そのため、最終的にわずか3人にしか渡せなかったという限られた数量の中に、特別な意味が込められています。平野は以前からクレバのファンであることを公言しており、かつてキングプリンスで代表曲の一つ、一番の作詞・作曲を手掛けたクレバとのつながりを大切にしてきました。この楽曲は、グループの5人体制での最後の紅白歌合戦でも歌われ、 平野にととっててても特別な意味を持つ作品として知られています。そのため、今回の贈り物にはただのファッションアイテム以上の価値があり、音楽を通して2人のアーティストが互いにリスペクトし合う象徴的なものとなっています。ファンの間でも、クレバとヘイヤの間の関係性は常に注目されてきましたが、今回の贈り物はそれをより明確に、そして温かみのある形で証明するものとなっています。 クレバはこのスニーカーに関して、ファンのコメントにもリアルタイムで応答するなど、その特別な価値について熱く語っています。特に、9月8日には、クレバの日、日なみライブ配信を行い、平野が着用したスニーカーについてファンが触れると、その場で実物を見せながら、これねと応じ、その背景にあるエピソードを共有しました。こうした交流を通じて、 クレバがいかにファンや仲間とのつながりを大切にしているかが浮き彫りとなり、彼の人柄や音楽に対する姿勢が垣間見えました。このスニーカーには、9080円という価格が付けられており、すでに完売していますが、その希少価値は金額以上の価値を感じさせるものとなっています。このスニーカーの贈呈は、単なる高価なアイテムのやり取りではなく、 クレバとヘイヤの間に存在する深い尊敬と友情の象徴として多くのファンの心に響きました。ファッションと音楽が融合し、二人の関係が公に認識されることで、ファンにとっては両者の歩んできた道が結びつくような瞬間だったといえます。特に、ヘイヤがインスタグラムでこのスニーカーを身につけた姿をシェアした際、多くのフォロワーがその投稿に反応しました。彼がカフェでレモネードを楽しんだり、 スワンボートに乗って過ごすカジュアルな日常シーンでこの特別なスニーカーを履いていたことは、ファッションだけでなく、彼の生活や価値観も垣間見えるようで、多くのファンに親近感を与えました。また、こうしたアイテムの背後には、クレバのクリエイティブなアプローチと職人へのこだわりがしっかりと根付いています。彼がスニーカーの制作過程で語った、汚れにくい素材、レーザー刻印、繰り返しのプリントやり直しなどの具体的な工程は、 彼のこだわりと完璧主義を物語っていますクレバが一つのアイテムを通じて細部にまで注意を払い、どのように高品質と美しさを実現しているか、そのプロセスにはアーティストとしての責任感が現れています。また、こうしたアイテムを平野に送ることで、彼の作品に対する尊敬と、自分が信頼する仲間に対する惜しみない思いが伝わるのです。一方で、 こうした限定アイテムはファッション業界においても重要なトレンドの一つとなっており、アーティストがファンやフォロワーとつながる新しい手段として注目されています。特にクレバのようなアーティストは、単なる音楽提供者にとどまらず、彼自身のクリエイティブなエネルギーをさまざまな形で発信することでファンの期待に応える役割を果たしています。限定的な数での提供や特別な意味を持つアイテムは、ファンにとってもまた特別な価値をもたらし、 アイテムを所有することがアーティストとの関係性を深める一環となるのです。さらに、このスニーカーにはファンにとっての夢を具現化したような要素があり、クレバのブランドイメージとともに、平野や川口春奈、歌丸という選ばれた人物に対する特別な尊敬の念も感じさせます。音楽、ファッション、そして個人のストーリーが交差する中で、こうした限定アイテムはものとしての価値以上に、記憶や、 つなながりを表現するるる手段になっていると言えるでしょうこの出来事は、日本の音楽界とファッション業界における新たな潮流を象徴しています。ファンやフォロワーがアーティストと一体感を持つためのアイテムとして、このスニーカーは単なる贈り物を超えて、その存在自体が2人のアーティストの深い関係や相互のリスペクトを証明するものであり、ファンにとってもその物語の一部に加わるような感覚を与えているのです。このように、 ククレバととののの関係は、互いい、才能をを認め合いリスペクトを持って接すす。ることででかれた特別なものですファンの間でも二人の関係性に対する興味は尽きず、このスニーカーを通じて新たなエピソードが生まれたことで、その絆がさらに深まったように感じられます。ファッションアイテムとしても価値があるのはもちろんですが、それ以上に、クレバが表現したい思いや、 平野が受け取ることで共鳴した感情がスニーカーカに込められているのですこのスニーカーが持つ物語はファンにとってただのファッションアイテム以上の存在となっています。それはアーティストとファンがつながる絆やアーティスト同士のリスペクトを感じ取ることのできる象徴として心に深く刻まれるものだからです。このアイテムが販売された際にはすでに完売していることからもわかるように。 その希少性と特別な意味合いに対してファンの関心は非常に高いものがありました。ファンにとっては、クレバとヘイヤが持つ物語を共有できる特別な機会であり、彼らの歩みを実感するための一つの手段でもあったのでしょう。この特別なスニーカーの背景には、クレバが生み出してきた音楽や創造性への思いがあり、それがファッションにおいても反映されています。彼が音楽制作で見せる独自のこだわりと、 ファッションアイテムとしての完成度を追求する姿勢が一体となり、他にはない一つの作品として形作られています。彼がこだわり抜いてデザインしたスニーカーが、どのようにして平野や川口春奈、歌丸といった各分野のアーティストに似合うかを考え、その上で贈られたのは、単なる物質的な贈り物ではなく、その人への深いリスペクトと思いが表現されていると言えるでしょう。また、このエピソードは現在の日本の音楽。 ファッション業界におけるアーティスト同士の新たな交流の形としても注目されます。かつては異なる分野に属していると考えられた音楽とファッションが、現在では相互に影響を与え合い、それぞれのファン層が融合することで、より多様なコミュニティが生まれています。アーティストがこうした限定的なアイテムを通じて個性やメッセージを伝えることは、ファンにとってもアーティストとの距離を縮める貴重な機会であり、 またその価値を直接感じ取るることがでできる瞬間です特にクレバとヘイヤのように、異なるジャンルで活躍しながらも互いにリスペクトし合う関係性は、ファンにとっても非常に魅力的であり、応援したいと感じるポイントでもあります。このような特別な絆は、アーティスト同士が互いの才能を認め合い、共に新しい価値を創造していくことで築かれるものです。ファンとしても、そんな彼らの関係性がさらに発展し、 次ななるるクリエイティブなコラボレーションが生まれこのスニーカーに込められた物語やクレバの思いそして平野がそれを受け取って感じた気持ちはファンにとっても大きな感動を呼び起こします。彼らが日常生活でこのスニーカーを履いて見せることでファンもまたその物語の一部になり彼らの活動をより近く感じられるようになるのです。